さーて、ここまで来たぞ。新助の村7回の。これ1回で全部ダンジョン一発クリアしたってことだな。7回で7つクリアしたってことは。まあ、しかしこんなダンジョン、なんでもないよ。ここからが真の戦いだ。真の戦いはここから始まる。ちょっとトイレ行ってくればよかったな。真の戦いが始まろうというのに。真のダンジョンでトイレついてないよな。まあでもそこらですればいいか。そこらですりゃいいよ。敵にかけてもいいしな。敵にかけるもよし。ん？ほらあったっけ？急にできた。さあ行くぜ。は？ん？え、どこ？不思議のダンジョンってどこ？そもそも。そもそもどこだよ。どこっすか？意気揚々と出かけてたけど。どこ？お墓の近くに合成屋ができたそうよ。変やだって。てか俺剣売らなきゃよかったな。剣だけは。剣だけは持っときゃよかった。まあ、いいか、とりあえず。邪悪の墓を。邪悪の墓。墓をぶっ殺す。え、どこ？お前、意気揚々と俺、外出たけど。冒険者の宿。老人の家。ここ？老人の家がダンジョン化した？そういうことっすか。相変わらず早いな、足。おお。待っておったぞ、これで受け取るべ。封印の箱。トロネコ封印の箱を懐深くしまい込んだ。トロネコの懐。準備はできた。あとはこれを不思議のダンジョンに置いてくるだけだ。しかし、不思議のダンジョンは深い。どこまでも潜ればよいのか、この足でさえ知るのだ。27回以上。大体そんぐらいだよ。よし、行くか。不思議のダンジョンへ。さあ！あ、こんなところ。おお。不思議のダンジョンっぽいな。不思議のダンジョン、1F。ついに来たぜ。不思議のダンジョンって文字列に、これだけの価値を感じる時が来ると。今までも、なんかしょっぱいダンジョンしかやってなかったから。重みがある。おい！モモンジャの洗礼。おい！洗礼が。お前はこの今のダンジョンはただの、あれに過ぎないぜって。前座に過ぎないぜと。こいつらが言ってきて。おい！なんだこれ、急に。敵の数増えたよとして。多くなった。最長、初期発生数が10体ぐらいになったから。こう。腹立つ。盗賊の都合で取るわけだな、あれは。大体。まあ、腕輪とかでいける時もあるんだろうけどね。おい、マジなんだこの数。え、敵、数多いこれ。数多いな、さては。まあいいだろう。いや、もうやめろ、これ。実質目覚ましそうだけじゃねえか、これ。実質目覚ましそうだけ。これはひどい。あれ、後ろ今ゴーストいなかった。今、三木本いなかった、今、後ろに。まあいいか。いや、ちょっときつすぎる、これ。アイテムがない。アイテムがないぞ。こんなのも、目覚ましそう、どうしろってんだ。殴れと。ゴールドエクスペリエンスで。もうちょっとさすがにアイテムが欲しい。レミヒーラもうちょっと、戦力をくれよ。戦力って言っても剣しかねえか。俺のとっての戦力は。お。まあ、イオの巻物とかでもいいよ。もしくは高いアイテムな、ちゃんとした。バイキュット。あ、まあまあまあいいか。まあいいか。だから使い時がね。使い時がむずいんだよな。まあ、いっかでも、トレネコ強えからな、ほんと。でもトレネコ全盛期だから今、フィジカル的に。フィジカル的には全盛期に値するから。うん、トレネコ。今が一番脂が乗ってる。まあ、脂が乗ってちゃダメか、この体型で。身が引き締まってる今、トレネコは。今、トレネコはがぜん身が引き締まってる状況にある。幽霊に。あなたは幽霊を信じますか？おい、幽霊。お前、軽減値を持ってるから、幽霊は。幽霊の軽減値に。
おい、強いぞトロネコは。すまんね。まあ他のダンジョン潜るやつだったら。お、指輪来た、シトリン。いや、ちょっとつけれねえな。怖えよな、指輪は。呪いがあるし。指輪怖え。つけてみる？つけてみるか。よし。なんだ？わかんない。何があるのかわかんない、俺そもそも。1、1、2、3、4、5。腹減りとかじゃないの。グッグッグッグ。腹減り系ではない、力でもない。なんだ？わかんねえよ、ほんと。まあ、そのうちわかるでしょ。いや、指輪初めて出たな。そういや、あった。しかも、壊れねえだろな、これ、指輪は。壊れねえっていいよな。なんで壊れんだよな、そもそも。壊れんじゃねえよ、その。つけたり外したり。壊れないでくれ。指輪は。幽霊がすげえ。会心の一撃。会心の腕輪っていう可能性もあるな。会心の指輪。つけると会心率が上がるっていう。まあ、いえ、打開アイテム一個もねえぞ。薬草もねえんだぞ。いや、まずい、これは。ちょっとまずいぞ。これまずい。何回までやるか、これ。13回、14回ぐらいまでやるか、じゃあ。そこで中断して。その時、中断の巻物使う。押してきた！慎重に行け。コンボ。まあ、いいか。ねえ、俺、マシだ。それに、たびたびはトルネコは強い。トルネコそのものが強いんだよ。うまい肉みたいなもんだ。塩コショウがあれば。おい、いくら塩コショウがあっても。死んだ。指輪何？いや、指輪教えてくれたっていいでしょ。ストリンの指輪ってあんた。いいよ。いいよ、選ぶと自動に戻ります。いや、ちょ、お金預けないで、全部持ってっていいのに、お金なんて。甘いな。持ってけよ、お前。後悔するぞ、全部持ってかないなんて。あ、ちょっと心配かけてしまった。てか、ここに運ぶんだ。ここに運ぶんかい。甘いな。全部金を持っていけばいいもの。まあ、あの状況は仕方がない。ちょっと後ろに下がることもできたけど。後ろに下がって、後ろに下がったら下がったら敵出てくることもあるし。あ、な、何？うん。しゃあない。不思議のダンジョン。さすが不思議のダンジョンといったところか。まあでも不思議のダンジョンの、不思議のダンジョンの持ち味に殺されたってわけでもなく、ただ序盤で死んだ。くそ。初めて死んだ。俺を倒すとは。なかなかのもんだな。しかし、スカラ。最も悲しい負け物だな、スカラ。本当はもう一番嬉しい部類なのに。転じて最も悲しい。まあ、売るぐらいできる。金策にしよう。腐ったか。腐ってもなんとかなる。焼け。腐ったら。金。まあ、ガーゴイルもそんな出ねえからな。ちょっと体力弱いよ。フィジカル貧者だな、これ。幽霊。来るなら来い。よし、6。金の剣か。まだプラス3だったら結構いけるよね。どれでも。金の剣プラス3だったら6だから。プラス3かどうかだな。何が出るにしても。だって銅の剣結構強いよな。なんか銅の剣結構強いよな。基本5だから。基本攻撃力。銅の剣はまあまあやる。よし。よし。お、しかも結構いい成長した。7も上がったぞ。よし。うい。3。まだ死なないだろ。ちょっと、フレイム地帯が。少し厳しいくらい。木の矢。うまい。これさっきより結構いいぞ。目つぶし層もあるしな。さっきより充実している。戦力が。もう、バシバシいくか。どうせ低層でレベル上げしてもさ。一発じゃん。後ろ、
10回ぐらいになればもう1匹4、50持ってるから経験値。地獄耳の巻き割り。おー、しかも杖がある。この杖俺に渡してしまった。あ、あれ識別されてね。まずい、ちょっと怖いな。識別されねえのかこれ。今思えばあの回数も識別されたからな、メダパニーとか。それが識別されてないとなると困っちゃうね。じゃあ識別つくか。ドアの杖、鋼の杖、何、変化の杖、変化の杖。お、これは面白いな。面白いのが来たぞ。これ自分に当てるとどうなの。自分に当てれて幽霊とかにやったらどうなの。壁すり抜けられんの。どういうこと。よし、マモンちゃんになって。よし、マモンちゃんです。おお、杖のもんじゃん。体重が乗ってるな。あ、え、え、な、え、こんだけ、こんだけ、なんだそりゃ、こんだけなの、ヒロさん。これ変化じゃない。いや、変化使いたいけど、これここで使うと一発食らうの、一発もらうかな。くそ、ああいうところだな、変化使うの。お化けキノコとか鬱陶しいやつ相手に。大部屋の巻物、まあいいんじゃない。さっきに比べりゃ、さっきに比べりゃ何でもいいよ、何でもあり。ツルハシ、くれだ。こいつ強えよな、ドルイド。相当な難敵だぞ、ドルイド。眠らねえアイテムが欲しい。そして最強の敵、ファーラット。ファーラット強すぎるよ。殺される可能性すら、普通に殺されるだけでいった。お、保存の壺。いいっすね。物語が動き出してきたので、自分はパンを入れるから。トリマ。トリマパンを入れる。物語は急展開を迎える。お前は。ああ！恐れていたことが起きた。何気にテンションの下がる一撃。毒キッスを1個あれば気が紛れるんだけどな、1個もない状態でこれ食らうと。無断に遠い、あいつには関わるな。あいつに関わったら死ぬぞ、殺されるぞ。あいつはオーラを身にまとってっからな、あの緑は。ドルイドとかいう鬱陶しいやつ。もう経験値はまあまあ持ってんな、ドルイド。まあまあ経験を集める。まあまあ経験にはなるか。ドルネコは動き遅くなった。な、まずい。またもう死にかけてる。いや、マジで、これ終わったの。終わったろ。イチルの望みを託して。いけ、やれ、よし、これはナイス。なかなかの妙手だったな、今の。なかなかの妙手。おい、殺人鬼どもが、殺人鬼がうごめいてる。これどうする、どうすりゃいい、これどうすりゃいいんだ、これ。もう帰れ、お前は。けだものが赤赤。しかもまださっきのフレームだかなんだかが動いてる。もう倒すか、これ。よし、それでいい。こいつ倒さんと、ちゃんと拾おう、大木槌は。お、貼り付け。いや、ちょっと待って、体力見てくれ、これ39しかないって、あんた39低すぎ。もう腐ったから、もう食え。トルネコは力が3下がった。しかも満腹度30しか増えない。お前一応弱くなったな。こいつワンの頃は腐ったパンで100回復して、しかもせいぜい力が1下がるとかそのぐらいだったのに、固定だったよな。必ず力下がるんだけど1しか下がらないっていう。お前一応弱くなったな。
まあ、年か取れない子も。おい、こいつ強すぎるよ。フレーム。フレーム。やばすぎるフレームが。あいつ殺そう。つうか。邪魔くせ。よし。こいつは倒しとかんと。川の盾。木の矢があるな。まあ、もったいねえ。木の矢でファルト倒すの。レベル上げていけよな。よし。なんか後ろに来てるけど。あぶね。おい、やめろよ、お前ここで。遅延行為は。よし、危ないところだった。いや、きつい。きつい。純粋に。6階でも。急にきつくなった。なんで？杖が出ないから。やっぱ杖出ないときついよな。なんだこれ、鬱陶しいやつこれ。鬱陶しいマップ。いや、鬱陶しいこれ。なんだ。でもなんかちょっと微妙に違うよな。真ん中に8個部屋があるやつ。ちょっと違くね。8個あるやつかな、これ。こういう感じな、こういう感じはあるの？ああ、こういう形のマップあるんだ。へえ。だってこういうやつでさ、外周ぐるっと回れるよな、大体。こんなんあるんだ。おお。そうやって休んでるの、こんなん。日頃は。いや、まずい、そこ外すな。そこ外すな。よし。経験値11だ、物足りねえや、もう。2、3時欲しいんだ、こっちは。まずい。まずい。素早さ行くか。いやー、これなんとかさ、帰ってくれ。ほら、帰ったか。帰った。よし。あいつ落としてあそこにずっといるつもりじゃん。お、笑い袋。ずっといるつもりじゃねえだろうな。おいおい、よかった、帰ってくれた。これ店あるんじゃないの、としたら。このタイプは。あ、ねえか。やれよ、ここ店。よし、よし。お、プラス2。無駄だな、これ、プラス2。無駄なプラス。ちょっとでも腹減り抑えよう。おい貴重な貼り付けが。いってしまった。貼り付け全てがダメだもん。いや、ここに来てダンジョン運が急激に下がってるな。俺のダンジョン運が、アイテム運が干からびてる。もう俺は変化の強を自分に作ってなんかなれ。トレネコ、お、これ2階行動、もしや。これ2階行動早いんじゃない。おい、出てこい、誰か獲物。いや、普通だな。なんでだ、これ見た目変わるだけ。なんだよそれ。見た目が変わってどうすんだよ。中身も変わってくれよ。しかもアイテムも拾えねえし。おい、よし。危ない。どうすんのこれ。え、ちょっとどうすんのこれ。めつめつそう。まあとりあえずやるつか。よし。俺にはこれがあるぜ。おいや、おお、見ろこの華麗なツルツルさばきを。俺にツルツル床を与えちまったらまずいぜ。おい、ガニラス。ガニラスと交渉に入る。ガニラス、このよし、この中段の巻物をお前にやろう。この中段の巻物でどうだ。ガニラスと交渉してみようと思ったけど、カニの好物が分からなかった。素早さのため使う薬草。まあ薬草しかねえよな。まあ一回薬草使ってもどうせ体力1しか増えないし。ああ、終わった終わった。え、もうこれ目つぶしぐらいしかやるようなくね。これよ、ね、あっ、ねえ、こうやって攻撃しないんだ。上向いても、上向くのにしたんかな。なんと危ないやつだ。暴走特急。
いや無理、絶対無理、これ絶対無理だから、これもう何がどうあがいても無理だから、仕方ね、千里眼使おう、地獄民は使わない。おいクズが嫌がるぜ、地獄民使うか、でも地獄民次のアプリ使おう、もう素早さしかあるまい、このターンは大丈夫だよな、よし、あ、こういう感じなんだ、あ、強っ、マジ飲んだターンからもう2回ことになるの、すごくねえか、相当強いな、素早さの、あ、でもその代わり10ターンぐらい、いや、マジか、強いな、素早さ、感心したよ、で、パンもねえし、俺終わってんの、わはは3回よ、こいつら3回よ、一体何をしてやがる、評議会が設立された、いやもう死ぬぞ俺、もう死ぬよ、おお鉄の杖、この鉄の杖、あインパスか、インパスはでもまあ指輪でしょ、100%こんなの使えば分かるんだからさ、そうか杖は来るか、この野郎、うわ早い、まあこいつぐらい倒すか、メタルボディは、いやあまりにも強すぎるこんな強かったっけ、えっ、え、何これ、今いる不良をやり直せるぞ、あ欲しいよ、リアルで欲しい負け物、国の杖、一日でもさやり直したい日ってあるよ、鉄の杖、たった一日でもやり直したい日ってあるよ、なんだメタパニ、メタ近づくなよ不良に、よしこれでいい、こっち向いてんな、怖えなお前、これ近づくなよ、来るのまで、俺にできる最大の仕事は待つこと、カニの反乱を起こすこと、よし、いやー、カニが反乱を、まずい、まずい、死亡遊戯は始まっている、罠があったら終わる、俺は死亡遊戯はもう始まっている、あぶねえなんだあれ、サビの罠か、じゃあ大丈夫、何が死亡遊戯だ、カニが、お前はカニだ、あ、大部屋の脇も使うわ、これ、おい、でも大部屋の脇も使ったら死ぬのは俺だぞ、大部屋の巻物を使ったら死ぬのは俺、これ欲しいな、もっと効果的な使い道があるはず、例えばもう一個中洲があればそれは大部屋の巻物を使いたいところだ、てか毒消しの巻物、いややばい、もう終わったっしょこれ無理だよ基本さ、何は痛み分け、おいマジ何、え、何、よし、これさ、盾だけ、剣は錆びないの、さあ、ありがたいな、俺にしちゃう、はい、え、何、あ、不幸、は不幸、不幸しか考えられんな、今んとこなんか弱くなる音したよね、音はしたのよ、不幸な音が、よし、取るの、お前取るじゃないか、待ってるぞ、お前待ってるぞ、お前いつものあれ、いつものあれやあれや、お前いつものあの力を貯めたってやつ、貯めろ、よしそれだ、それを待っていた俺は、おい貯めろお前、貯めるお前が見たいんだ、貯める男ってかっこいいわ、今モテる、今貯める男がモテ、おい死亡遊戯、これやり直すか、いやでもやり直してどうすんだ、もう俺はやり直さねえ、逃げるぜ、おー取る、逃げろ、大丈夫、ルールはそう回る、いざとなった、あ、しかもカニラスか、カニを諦めた、よしそれでいいんだ、今貯める男、それはムーブメント、今は我慢できる男が求められている、こらくっ、俺くそ、おらよし、弱すぎるだろ、フィジカル弱者すぎるこいつは、まずいメタルライダーが目を覚ましたらもう俺なんて、どんだけこの右に行かしたくねえんだ、もういけねえよこの右にもう神が、ん、え、何してたんだ今、どういう動きだそれ
う無理。もう殺してくれろ。おお、これはつるつる。まだ俺に。もうどんだけ外すんだこの矢。ふざけんの。メラパニでも使うかも。メラパニの使い時だ。こういうカニが。お前カニ野郎だ。所詮カニ野郎だ。お前、いや、矢3本連続外してんだけど。アホかこいつ。使えねえな矢。攻撃はそんな外さないんだけどね。あ、お前亀じゃないか。待ってたぞ。いや、これちょ、亀とか出るんだったらさ、ここで鍛えたいわ、俺。ここで。亀とトロールで。亀とトロールを煮っ転がしてんだよ、俺は。亀とトロール煮っ転がして、レベルをガシガシ上げたい。この辺でもう俺が煮っ転がせる亀ってないのか。おい、亀！亀の一撃。喜劇。これが喜劇。もう亀にこの手間である。そいつなんだ。お魔導士。そんな強くねえよな。もうこれ、おパンの巻物やった。嬉しい。パンの巻物だ。やったやったやったぞ。こいつちょっと怖えか。ちょっと怖えな魔導士は。でも35持ってんだよね魔導士。35だよ。行くか。35は。よし、行こう。矢使う？いや、矢使って意味ないって。殴ろう。届け。よし、これがあるからね。そう。必ず3回投げるとは限らないから。でも次外したら死ぬな。もういや、そんなやつは死ねえもん。おい。1回。よし。35。命がけじゃねえか。もうやめよう。お、強くなった、ちょっと。もうやめよう。一回が。こいつ、隙あらばコミュニティを形成するな、イエティ。もうイエティに構ってる暇はない。盾ねえから。いやいやいや。えらいことだ。これはえらいことだぞ。どうする？弱いやつがいねえんだけど、トロルだけにして。お前ら強くはダメ。いや、変わるか。おい、強いやつばっかりになってる。もう死が見えてる。正直、毒消しそう来ないと俺命ねえぞ。毒消しそうないと俺に命はない。命はないと思う。インパス。いらん。なら。おい、こいつ危ないからバカ。何考えてんの。こいつ危ねえんだぞ、お前。一番危ないやつに、あっ、よし、この一番大事な時に、メラカニか。カニはやべえ、勝てんねこいつ。でもやばいやつばっかりだ、これ。もうメラカニ、こんなところでメラカニの杖使ってたら、お前。パン、なんか使うか。うん、疲れていい。めんどくせえ文句を。よし、パンの巻物一番ありがてえよ。だって死ねたもん普通に。うわ、もうか、終わった。もう終わってんだろこれ。もう楽にしてくれ俺を。いやマジもうないもん、アイテムが。高いアイテムが。まずこれ起きて。殴ったメタルライダー。ついでにちょっと殴ってほしかったんだけど、なんか後ろから来たぞ。世界一周してきた。何が盗み分けの盾だ。お前にくれてやる。持ってけ泥棒。お、ニャッツ強くなったな。トルネコ強くなったな。ニャッツ頼む。ニャッツ倒して。ニャッツで倒せばだいぶ近いんだけどな。もう変なリスク。あれ、え、何これ、部屋4つしかないんだけど、こんなことあんの。なんだこの部屋。楽しそうな部屋。楽しそうな部屋。やめてくれ。お前強い。いや、お前は強すぎる。さまよう鎧。お前は強いよ。いや、もうマジで。
もう殺してくれよ俺。長生きする気もねえぞ俺。もうこれ殴るしかなくね。あがく命の限り。ああこの場合生き残るのか。お前らは気づいた時にはもう、お、亀。お前ら亀許さん、殺してやるぞ。お前の亀は許さん、俺は。何やす。おいや。ああ、ちょっとおかしい、おかしなことになる。下行け。撃つなよ。よし。よーし。ははは。この長生きに何の意味があるの？建設的な長生きじゃないからな、これ。この長生き意味ある？とりあえず辛うじて生きながらえてるに過ぎない。ただ物を口にしている状態。俺なんで生きてんだろう。もう楽にしてくれ、俺は。もう生きることこそが苦痛だもん。ついに最後の時が来たか。ついに最後の時が。やり直すか。やり直そう。どんだけあがくんだこのクソクソ回で。あがきすぎだろ。最後まであがく俺。あれ？え？え何これ？マップの構成自体変わってる。そういうもそういうものなの？まあ地獄に使うか。こんな少ないんだ敵。少ねえな。初期配置4体って。そうそう、ガーゴイル来てくれ。いやもう湧くな敵。恐ろしい。よし、今んとこいいコースだな。急に現れるんだな。あいつら部から現れるのか。小林みたいなもんだな。イエティと小林は部から現れる。人一匹一匹はもう殺人鬼クラスの強さで。あれこれあれ例の8個マップやり直してどんだけ。えこれ1個前にあってな。なんか2つ前戻ってるよねこれ。なんかその回をやり直すじゃなくて2つ戻るの。おとぎ、あやっぱこんなんなかったぞ。あでもいいな、さっきよりも。あしかもなんか嬉しい嬉しい。トロル、もうトロルだけにしてくれ。もう俺が信頼できるのはトロルだけ。俺が信頼できるぞ、それはトロル。俺なんで生きてんだろう。あ、間違えた。ついつい生から目をそらしてしまった。最悪の敵が。よし、あ、でも意外といけるな。あ、矢一本でこんな感じでいけるんだ。さすが地獄身のまとも。俺なんで生きてんだろう。そのくれ。よし、毒消しなら。マジでね、毒消し1個あればかなり変わるんだよ。俺はかなり変わるんだ。もう大園の壺が泣いてるよ。大園の壺が泣いてやがる。もう殺してくれ俺は。毒系層くらいは本当変わるんだけどな。毒系層とパンが立て続けに来れば。で店来い。この長生きあがいている。この何もない世の中で一人あがいているぞ。このコンクリートジャングルで。なんだ意外と見えない。おい、お前ためろや。ため男子になる、お前は。ため男子になれ。それが今モテる。おい、うっせえ床。この床見えねえんだよ。マランド、こいつさ、え、敵呼んだりするこれ。はい、仲間呼んだりするこいつ。え、何今あった。え、何もしてんだけど。これで35の経験値普通にうまいんだけど。この程度で鎧寝てる。うまいよなあれ。あれ何かな、広いな。
こいつは。まあでも、あ、よく見たら俺矢をもう一個手に入れて強うんざりするぐらい強いな、こいつ。俺のこの生命力、もう殺せよ俺を。もう俺を殺せ。もう腹も減ってきた。天国への階段、俺を殺してくれ。このなんじゃ27階まで危ないボスまでいるんだぞ。こんなところでこんな状態でどうすんだよ。ギリギリでこんな腹まで減ってくる始末。あとパン、あとパン頼む。あ、俺入れてる？パン入れてねえか。インパス、インパスの目薬、くっそ、パン頼む。そんなに貴重じゃねえだろ。そんな余裕はねえだろ。見ろこの力、見ろ。今までどんだけきつかったんだ。8から16位だったぞ、ダメージが。今までどんだけきつかったんだよ。8だったっけ、なんか。まあでももう上がってるはず。メタルライダーだったら11ぐらいしか食らわされなかったから、4ダメぐらい上がった。もう俺の葬式みたいな音楽になってる。音楽は俺の葬式に。すこ、こいつ。いやでも強い。危ねえ、これ毒消しそう持ってなかったら俺死んでったぞ。毒消しそうなかったら、ちょっ、あなたは神父、あなたは神父では。では HP を回復してください。毒を消す。あ、そういうのもあるんだ。いなくてもよかったんだ。何か回復してくれ。はい。ちなみにシンクス様、これ何回でも使えるんだ、HP 回復。さあ、神の恵みです。え？あ？パンも！え、なんで、なんでこんなことしてくれる？そうか、神父だからか。神父様だから。え、すごいな。え、何この神システム。神すぎる。すまん。俺はどうやらまた生きながらえちまったようだ。まだ天国のお前の元に行くのは後になりそうだぜ。もうちょっと待っててくれ。どうやらまだ俺には守らなければならんやつがいるらしい。まあインパスとかなんでもねえな。じゃあ使うか。ゴム。いや、あんまりそういう無駄遣いはいかん。そういう無駄遣いはあかんぞ。え、お前、ヨガ人。無駄な。無駄移動。110ヨガ人。これがヨガ人なのか。シャーマン。は？よし。よし、さすがの経験値だ、君たち。あれをやれ、はじけや。これどうする？さすがにもう無駄か。あ、もう、いや、もうこれ殴るしかねえな。殴るしかねえな。どうする、音切り使う？どうする、音切り使う、これ。歩くか。いや、これどうする、音切り使って、音切り使う、これ。ここでこんなんで、まあでも使うか。目の前から来たら死ぬもんな。目の前から来て死ぬ確率どっちが高い、これ。いや、使うか。動画だし、まあ使った方がいいっしょ。普通は行くところだけどな。お、うまい。ここ軽減値たくさん持ってっから、まあ、神父もいるし、ちょっと上げるわ、レベル。力は戻ったけどまだ弱えし俺。え、パペット、え、お前あれじゃねえの、レベル下げるやつだね。あ、ドルギア弱。え、何弱。困惑。まずこいつはマジでやばい。こいつはマジでやばい。マジでやばいやつが来た。神父様を殺されるぞ。神父様も逃げてください。やばい。猛威を振るっている。お前ら遊ぶな。おい。遊ぶんじゃねえ。無駄言う。もう一回やれ。ピュー。こいつなんか、人近くにいると必ずこれやるな。
そこ階段の上だったらこれ出ないのでは。剣が呪われた。あ、そうかも。でもこれ上行ったらまずくねえか。え、まず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 これ。え、まずい。でも呪い解かなきゃ。え、これ愚か俺。でも剣呪い解いた方がいいよな。これすぐ上にいるんだから。これ愚か俺。これ愚かなのか分かんない。あれあれもう、いや、一回だけなんだ。あ、一回だけ、そうなんだ。初めて知った。神父の使用は一度まで。生きながらえている。ああ、神父様、やったぜ。これはありがてえ。じゃあよろしくお願いします。剣の呪いの方。寄付します。そしてパンも。いただけるとありがたいです。パンの、なんでパンくれないの。え、ひょっとしてあれ、もっと腹減ってないってこと。そんな、パンをください。こんな俺が近くでゴーレムに頭突きをされてるのに。ひどい、なんてひどい、なんてひどい仕打ち。もういいよ。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。どうすればいいんだ俺は。どうすればいいんだ。メラパに、あ、でもメラパにあるな。よく考えた。普通メラパにあるじゃないか。バカ野郎、殴るなよ。危ねえ。やろ、強っ。鉄のや、よし。なんだ、何の音だ。何かが何かを殺した音が。スペクテッドの力尽きた。まずい、まずい。隙が近い、隙が近いぞ。まずい。もうお前なんかで遊んでる場合じゃないんだ。よし、目の出すか一応。こうだ。あっ面白いこの男女。面白い。絶対クリアしてやるからな。